はい、ミリシタピーの皆さん、お疲れさんです。サカポンです。はい、本日はですね、もうちょっとしばらくやってなかったんですけどね、久しぶりにね、私の下手なプレイで申し訳ないんですけど、イベント楽曲の、プレイ動画となります。で、今回はね、もう下手くそな私なりにね、フォーミックスのプレイ動画になります。まあいつも通りね、前々からやってた通りね、ちょっと著作権対策のためにね、今音楽消してます。そちらの方ちょっとご了承ください。それではちょっとこちらプレイしていきますね。で、オリジナルメンバーでこちら合成させていただいてます。それではライブいきます。この曲ね、結構ね、月のイメージをした楽曲らしいんですけど、私的にはなるほどなーって思ってます。私の中でね、月って言ったらちょっとね、神秘的でかっこいいっていうイメージがあるんですけど、まあそんな感じの楽曲になってると思いますけど、この今回のイベント楽曲はね、メンバーもね、わりかしちょっとクール系っていうかね、そういうメンバーでね、あ、しまった、ミスっちゃった、フォーミックスなのに、やっちゃった、まあいっか。わりかしね、解説しとうときってね、私気緩んでるときは多いんですよ。まあぶっちゃけ本気プレイじゃないっていう感じかな。まあ少なくともね、音楽のねイメージをね伝えられたらいいなって思ってます。わりかしね、今回ね、で、音楽、この歌詞とか聞いてるとね、クールなんだけど熱いっていう感じ、イメージも浮かんでくるんですよ、私。なんか強いイメージ？そういうイメージを楽曲に、感じますね。ちょっとね、フルコンちょっとミスって取れなかったですけどね、まあこんな感じですね。皆さんもね、この楽曲どう思うんでしょうかね。まあ実際プレイしてる人はね、音楽聴いてるからね、ね、どういう感じか、まあ個人個人の感想があると思うんでね、まあそういうとこですね。ちょっと残念な結果だったけど、まあこれからもうちょっとプレイ頑張っていきます。イベントもね、まあ私ね、イベントの方はね、大抵ねデレステと一緒に並行して走ってるんで、もう結構のんびり勢なんですよ、もうミリシタに関してはイベントは。だからね、まあ私の中でね、そこそこ楽しめたらいいかなと思ってます、イベントは。それではということで、今回の動画は以上となります。皆さんもイベント楽しんでください。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらの方ご視聴ください。それでは次回、あとね、私のラウンジ、のんびりマイペース、
2がモットーのラウンジです。もしよろしければね、説明欄に ID 書いておくので、でご入会の方お願いいたします。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。